川崎地区少年消防クラブは平成3年に上層教育の一環として正しい防火知識を身につけ、またクラブ活動を通じて響く正しい明るく元気な少年少女に育つことを目的として結成され、昨年で20年を迎えております。本日はクラブ員25名による訓練礼式と代表クラブ員による初期消火訓練を披露していただきます。訓練礼式では規律正しく着実軽快な動き、初期消火訓練は慌てず落ち着いて消火器を使用する様子をご覧ください。それではご覧ください。ここでクラブ結成20周年を記念して作成した本日クラブ員がかぶっております川崎地区少年消防クラブを意味するアポロキャッチの目録を川崎地区少年消防クラブ運営委員会出川委員長から小杉美代リーダーへ贈呈いたします。